ラグビーの全国大学選手権は、準々決勝が、割れ、ベスト4が出揃いました。今日の、父旧ラグビー場では2試合です。慶応大、大東文化大は、大東文化大が3対28で競り勝ちました。前半を21、1の同点で折り返し、後半、先に慶応、トライを奪ってリードしましたが、大東文化大が2つのトライなどで逆、しました。帝京勝対流通経済大は、連覇を目指す帝京大が68対19で勝した。帝京勝は前半で28対14と、落ち、後半もトライを重ねてリードを、げました。大阪の緊張スタジムも2試合が行われました。明治大、京都、祇王大は、明治大が27対21で勝まし、前半を6対0とリードしてを、返した明治大は、後半、京都産業第2にのトライなどでリードされましたが、後、3つのトライを立て続けに奪って逆しました。東海大対天理大は、東海大、33対7で、しました。東海大は前半、14対0で折り、返し、後半の天理大の半をトライ一つ、抑え、リードを広げまし。この結果、来月2日に秩父宮ラグ、宇城、行われる準決勝は、明治大対大東文大、京大対東海大となりました。NK は準、小2試合を総合テレビで中継で、